クリスピーチキンって聞いたことあるぞ。これ実在するお店じゃねえかで、大衆酒場になってるこれは、ああバーチャルレストランだ <laughs> もしくは、ゴーストレストランというやつですね。これはまあ、暗黙の了解というか、突っ込んでいいやつかな。<laughs> あんまし言わない方がいいかもしれない <laughs>。気になる方はちょっとね。 皆さん調べていただいてそろそろじゃねえかいますいますね女性の方この人だこれ助けちゃうよねあああああプランターが落ちそうになってるこれを危険を知らせないにしないといけないうわ大丈夫か <laughs> ごめん <laughs> 僕はその後すぐに救急車を呼んだえ。女性は救急車で運ばれて行ったが、搬送先の病院で、亡くなったことを後に知った。思い返したプランターが狙ったように女性の頭に落ちてきたような、考えすぎだろうか。救急車を呼んだ後、え付近にいた人に女性のことを任せて、僕は仕事に戻った <laughs>。 あ,あ、配達、配達。急がないと。<laughs> まあ、冷えちゃうからね。<laughs> これはもうしょうがないと思うけどな。<laughs> あ、愚痴言われる。<laughs> あ、いますね。やっぱし、シャドウのど真ん中に立ってますね。<laughs> これも声をかけてはダメと。知らせないでも目の前で惹かれることになっちゃう。うわあ。<laughs> 終わった。<laughs> 僕はその後すぐに救急車を呼んだ。<laughs> 2日連続。<laughs> そしてまた亡くなった。軌道に続いて今日もこんな事故が起こるなんて。思い返してみればあの車は男性を狙っていたようにも <laughs>。いや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 。車道に立ってたけどね、あの人が。<laughs> 歩道で歩いてて車がグワッとか来たなら、まあ狙ってたってわかるけど。<laughs> ああ、そうだ。私は配達あるんだ。 はい、<laughs> あのバーチャルレストラン行かないって <laughs>。ヘヘヘヘなえ、あのヘヘいたら大怪我してたよな。え、なんか俺の方にも来た。え、ヘヘヘ俺にも来た。ヘヘ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 ヘなヘヘ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 ヘ 俺もやられる可能性があったってことあっプねえ。ん上の方から猫の声が聞こえる。あれなんだ確かに聞こえる猫の声。えまたお寺に配達しに来たんですけど、どっかに猫がいるのかえ、いや。 ウーバーイーツ頼んだのが猫ってわけじゃないよな。<laughs> あれ上の方から屋根の上にいる猫ちゃん。会いたい。ちょっと一周目と変わってるぞ、これ。あ、木の、木の上か木の上に登って降りられなくなってるんじゃない猫ちゃんいたかわいい喋れるえっ、ー、と、猫が降りられなくなっているみたいだ。どこかにはしごがないかな。ちょっと待っててねかわいいあー、にゃんちゃんだ。 えー、はしごはしごはしご、うん、しごどっかで見たかあ、たたたたたた、この木の奥にあったはしご、これをじゃあ使わせてもらって、ああ、待っててね、今、今助けるからね、よいしょ。えっと、んんんあれんん <laughs> えー、猫が降りなりになってみると、どこにはしごがないかな ん <laughs> 地面に置いたけどね。<laughs> 違う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 。えー、っと、えー、や違う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 。あれねえ。<laughs> はしごつかんあ使つかんだ。ほぼった。あ使っとボっボタっタボタ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よいしょ。オッケーこれでよし。今助けるからな <laughs> あお寺の住職さん。奪いず頼んだ方ですよね。すいません <laughs> たば、どこに行ってたんだい姿が見えないから心配していたんだ。木の上で降りられなくなっていたようで、今ちょうど助けたところなんですよ。お寺の猫ちゃんだったんですね。ああ、そうだったのですか。助けていただいてありがとうございます。あなたは心優しいいい人のようなので伝えておきましょう。この町には少し変わった風習があります。悪いことは言いません。早くこの町から離れた方がいい子は。 どういうことですかこれが隔離用ですよね詳しくお話しすることはできないので、なんで <laughs> なんでよ、ね、お坊さんで、ね、えこのまま街を離れるこれもまた違うエンドになりそうだな。結局、達也にも合ってないし、今ね、二人を見殺しにしてるんですよね。<laughs> なので、この後三人目が現れるはずなんですよ。それもちょっと見てみたいから。あ、あい,いえ。<laughs> ご自己ありがとうございます。でも、友人、そう、達也と約束がありますので、それが終わるまでは滞在しようと思います。そうですか。くれぐれもお気をつけください。それでは、失礼します。<laughs> 会うバいつです、どうも <laughs> もう一回会うことになんのよね。<laughs> お待たせしました。ご利用ありがとうございました。<laughs> 多分、お尚だよね、受け取ったので。<laughs> 自転車、向いてる <laughs> うわ<ー>山本さん、この道の奥に通り魔が現れたんですよね。 えー、この街を離れることもできたのか。じゃあ、エンディングは三つあるかもしれませんね。えー、この人を、うわー目の前で、危険を知らせない。ごめんなさいうわー <laughs> 刺された <laughs> ごめー<ん> <laughs> 僕はその後すぐに救急車呼んだ。三回目三 <laughs> 日連続、搬送先の病院で亡くなったらしい。まさか通り魔に遭遇するなんて、 でもあの通りは、明らかにあの男性を狙っていたように見えた。これも金木製がそうさせたのかなえー、この後どうなるこれで爆発事故が起きなくいってことですもんねおそらくは。OK? 今日はこれぐらいにして帰ろう。さあ、どうなるのか え疲れた明日は仕事を休もうと。まあ結局休まずね配達するつもりだったんですけど <laughs> これでちょっとニュースを見てみましょう。えっ、ー、と放送されている昨夜ん、えー、野平町にいて通り魔事件が発生し通行人の男性が刃物で刺されました。 えー、その後まもなく死亡が確認されました。容疑者はその後逃走しましたが、駆けつけた警察官によって取り押さえられました。警察は先日発生したしぐれ町の通り魔事件との関連性について、引き続き調査するとのことです。うーんー、昨日の事件のことだな。まさか人が自分の目の前で刺されるなんて。あれうーんー。 起きないそして、達也からメッセージが届いてる。今から達也が帰ってくるそうだ。午前中には帰ってくるらしいから、このまま待っていよう。おおこのまま終わった会えるじゃねえか、ついに達也に達也達也え達也ね、その <laughs>、両脇のお二方誰ね <laughs> 達也ね <laughs> おお、久しぶり。 待たしちゃってすまないな。そうだぞ。お帰りって、隣にいる方たちはなんか怪しいですけど。ああ、町々さんたちだよ。それより聞いたよ。お前、素質あるんだってな。え、何がおいおい、とぼけないでいいって。この町のしきたりに協力してくれたんだろうよそ者を排除するってしきたりにさ。いい町だから。 お前もここに住めよ。せっかく、蝶々さんたちにも来てもらったんだぜ。え、なにな、なんか、ゆ、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり近づいてくれ。やめてね、なんか。<laughs> え、待って。うわあ <laughs> クラスカラーで、ね、<laughs> 俺にも達也みたいないい部屋用意してくれ <laughs> うわ、終わった <laughs> お前最近全然顔見せないじゃん。どこにいるんだよ。コウジ。<laughs> 俺の名前コウジだったんだ。<laughs> そして <laughs>。引っ越してきたのが達也だったんだ。はい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 。あ、いや違うえコウジコウジえあー知ってる知ってる。なんか野平町が稼げるって噂らしいぜ。いい町だから一応。え、違うあ 達也みたいなことを、俺が今度はやってるんだらしいぜって、お前そこで配達してんじゃねえのまあ、いいや、最近なり悪くてえ、暇だし行ってみるわ。康二じゃ、これ康二は主人公の友達だで、この町におびき寄せてるのか OK 待ってるぜ。うわーえ、じゃあ達也も、俺を、ここの町に来させようとしたのか ええろくな奴じゃねえじゃん <laughs> やっぱ久々に連絡してくるやつはろくな奴じゃねえんだな <laughs> おい町長とか他の人たちに頼み込まれたのかいやでもよそ者を隔離するだからよそ者を入れたくないんだよな。なんで俺を呼んだんだろう えー、じゃ、あこんな街から、じゃあちょっと、ええー、早めに抜け、あの、にゃんちゃん助けて、おしさんに言われた通りにすればよかった。猫の声がする。猫の声がするぞ。上の方から猫の声が聞こえる。にゃんちゃん大丈夫か今助けるからな。そして俺も助けてくれ。<laughs> もうこの街から出る。あ あ、よし、おいでおいで、今助けるからな。王将 <laughs> そして王将来てくれ、ありがとうたま、多分どこに行ってたんだいああ、助けてあげましたよ。ありがとうございます。えー、こちらこそ。えー、悪いことは言いません。早くこの街から離れた方がいい。どういうことですかまあ、それは言えません。なんでだよ。<laughs> <laughs> よし、この街を、このまま、離れるオッケーこれで脱出できたんじゃねえか えー、僕はその後すぐに野平町を離れた。達也にはスマホからメッセージを送っておいたが、返事が返ってくることはなかった。えー、僕はもうあの町に行くことはないだろう。榊、えー、さんも無事だの <laughs> あの、ウーバーイーツの方ね。<laughs> おでん地蔵の方だ。<laughs> よっしゃクリアそれ以来、達也とは連絡がつかなかった。もういい、あんな奴は <laughs> あ,れじゃあもうブロックしろ <laughs>、えー、あとやり残したことといえば大きく2つあるかな、えー、最初1周目で皆さんを、えー、見逃したあと2週目でも、えー、命を危ないところをもう一度声をかけて助けると、えー、この事実を知った上でも 助けたら、まあ、爆破事件は起きちゃうんでしょうけど、えー、どうなるのか、やってみましょうか。二周目もプランターが落ちそうなところも危険を知らせて、危ないキャあ、やっぱ助かるんですね。えー、ま、爆弾犯だと分かっていても。はい、びっくりしました。おかげで助かりました。ありがとうございます。助けてしまうと。えー、っと、これで。 ま、この街を敵に回してしまう可能性が多いであるわけですが。<laughs> この惹かれそうになってるおじさんも、えーっと、危険を知らせる。はい、と、危ないよし、これで助けることができますと。最後、三人目のおじさんも通り場から救いますと。いや、このことをね、後悔はしなくていいと思うんですよね、主人公はね。 命を救ったことによって、まあ後にその人が悪いことをしでかすとしても、まあ今回2週目はね、知ってるわけですから、まあ警察とかに連絡して、<laughs> この事件をね、未然に防ぐことはできると思うんですよ。まあそうしないとね、なんかね、村に協力したみたいなことにされて、なんか達也が。 変な二人連れてきて <laughs>。おかしなことになりますからね。えー、そしてもう一つのやり残したことといえば、まあ、これですよね。この <laughs>、あのお寺の中にあったはしごを、えー、達也の家の中に持って帰れるのかどうか <laughs>。ちょっと試してみたいと思います。えー、じゃあ最後の、えー、配達をこれ <laughs>。 はしごを持っていけるか、これ。<laughs> はしご越しに渡してる。<laughs> あお待たせしました。<laughs> で、この、えー、怪しいだけの優しい人の長い話を聞いて、<laughs> えーっと、これ、はしごをそのまま、えー、持って帰ることができたら、これでね、あ、持って帰れない <laughs> はしごでね、ぶん殴りたかったんですけどね、帰ってきた達也を。<laughs> あいつのようには絶対殴りたくねえからな。どうなった今回は三人を助けましたけど。えっ、ー、と、達也からのクソこいつメッセージ。帰ってくんのかよ。<laughs> えーっと、ニュースはえー、やっぱ爆破事件が発生しました。えー、逮捕されてこれループしたりとかするんでしょうかえっ、ー、と、えー、同じですね。警察によると爆破。はい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 。 僕が助けた人だよな。マスカある時声をかけて助けなければ。いやー、この後悔はしなくていいと思うけど、足上だ <laughs> やっぱこれは永遠ループに入っちゃうのかなあーそうですね。う <laughs> わまた、達也に。達也に、はこっちから電話してるのか、達也に。おい、もうこんな奴に電話しなくていいって。